869はもう津波に飲まれます。ここも危ないですけど逃げようがありません。実際に来ると今水が引いてなくて匂いもね、あるし、でそれもどうしようもできない状態が、ダーマ室でコンサートが間もなく始まります。コンサート始まります。正直車から今降りた時は足がすくんだし、仮設に住んでる人たちのたくさんの失ったものっていうのをここに来てやっと理解、少し理解できた。昨年の9月に被災地に行ったんですよね。その時に一人一人がいろんなことを感じて、で、音楽家だからこそできる何かがしたいって、今回のチャリティーコンサートにつながったんですね。こう、ピアノを届けるのがゴールじゃなくて、そこがスタートで、実際にピアノを届けて音楽できる環境を作って、そして僕たちが実際に演奏しに行って、で、被災地の人たちとコミュニケーションを取って、笑顔を増やしていきたいなっていうふうに思ってるんです。